はい、えー、皆さんこんにちは。楽天証券経済研究所の土下です。本日はよろしくお願いいたします。えー、ここからのお時間なんですけれども、まあ、3時までまだいたい40分程度になるんですが、まあ、先ほどもご案内ありました通り、不透明な相場を乗り切る。マーケットスピード2。活用のヒントと題しまして。 えっとまあ仕事の相場の状況とですね、あとマーケットスピードツーのまあ活用の仕方のまあコツといいますか、そういったものをまあお届けできればなというふうに思っております。それでは早速始めていきたいと思います。はい。 ちょっとスライド出すのに手間取ってしまったんですけれども、えっと、これまでのですね、まあ、2020年相場、こちらをですね、まあ、材料で振り返ってみていきたいと思います、えー。2020年相場なんですけれども、実は年初ですね、あの、イランのまあ高官がアメリカの空爆でまあ殺害されるという事件がありまして、まあ、中東情勢の緊張というところからまあスタートしました。 もうコロナショックでこう忘れてしまった、飛んでしまったって方も多いのかなと思うんですけども、まあ、その後ですね、まあ、ご存知の通おり、まあ、2月6日にですね、まあ、一旦日経平均2万4000をトライしたところから、まあ、いわゆるコロナショックという形で株価がまあ下がっていくと。で、この下落なんですけれども、いわゆるこうウイルスの感染の拡大ですとか、あと実体経済の悪化、あとはまあ信用不安といったまあ不安を先取りする形で、まあ、3月19日の安値をつけるまでですね、まあ、ダダダダダとこと下げてきた。 という感じになっていきます。で、その後なんですけれどもまあ、6月の9日ですね。直近の高値なんですけれどもまあ、ここまで例えば感染者数が落ち着いてきました。あと、各国の。 金融緩和ですよね。FRB ですとか日銀が、まあ、大規模な金融緩和をしてきたというところ。あと、経済再開の動きとも出始めてきたと。あとはウイルスワクチンの開発ですよね。そういった材料とかありまして、まあ、6月9日まで株価は戻してきたと。いわゆる期待を先取りしていったという状況です。で、現在なんですけれども、まあ、不安と期待、それぞれをこう先取りしてきましたので、まあ、実際のところどうなのというのを今ですね、こう、まあ、 ピークを超えましたけれども、まあ、企業決算の動向ですとか、あとは経済指標、まあ、こういったものを睨みながら株価水準を探っていくという状況になっています。で、まあ、上昇要因としましては、まあ、経済再開の動きが引き続き加速していくと。あとはですね、足元の相場のまあ押し上げ要因にもなっているんですが、ウイルスのワクチン、治療薬の開発の進展ですよね。で、反対に下落要因としては、まあ、ウイルスの感染が再拡大しちゃう。 あとは経済回復の鈍化ですよね、そのペースが緩やかになってしまう。 あとはちょっと直近で注目されているように、米中摩擦の悪化ですとか、アメリカの大統領選挙、まあ、午前中ですね、香川さんのところでもお話あったと思うんですが、そういったところを見ながら株価水準を探っていくという状況です。まあ、ただですね、ここ先週なんですけれども、日経平均がですねこの6月9日の高値を超えてきまして、いわゆるえっと2月6日のですね下落前の水準、大体こう、 2万3800円ぐらいなんですけれども、まあ、ここまでですね、手が届く範囲まで株価水準戻してきました。ちょっと週末にかけて失速していったんですけども、となってきますと、えーとまあ、3月の19日から、まあ、大体ですね、えー、と半年ぐらい、まあ、2月の6日からでも半年ですよね、8月で。なので、何が言いたいかと言いますと、まあ、あのアメリカの S&P500 が株価が下落してから、まあ、戻すまでのスピードがですね、まあ、過去、 最速というところで、早い段階でかなり株価は戻してきたというところです。で、もう一つ注目していきたいのが、まあ、2月の6日、まあ、株価下落していく局面ですよね。となってくると、まあ、ちょうど半年後。 が、まあ、ちょうど8月。で、そこをつけた3月の半年後が、まあ来月の9月になるんですけども、いわゆる信用期日の考え方でいきますと、まあ、2月の6日からの下落でですね、まあ、売り立てがぐぐぐっと増えてきて、で、ここ最近までの戻り基調で、まあ、ある程度ですね、時給が一瞬したという考え方もできます。ですので、時給が整理した段階で、次の展開どうなっていくのかというところが、まあポイントになってくるわけです。 でですねまあ、年後半に向けてのまあ株価材料なんですけれども、まあ、ここもですね午前中、先ほど香川さんの方でサクッとやりましたので、えっと、見ていきたいと思うんですけども、えっと、アメリカの大統領選挙ですで。投票日までの主なスケジュール、こちらに載せています。えっと先週まあ、今週ですか、えっと、民主党の全国党大会がまあ開催されまして、まあ、バイデン氏とまあカマラ・ハリス副大統領候補です、ね、がまあ正式に決定していったと。 でまあ、今週入り、まあ、8月24日からの今週ですね、からまあ共和党の全国大会が開かれて、まあ、規定通りに行けば、まあ、トランプ大統領とペンスク大統領のセットで、まあ、引き続き立候補者が確定するという感じになっています。で、9月の29日、10月の15日、そして10月の22日という形で、1、2、3回、まあ、大統領候補のです、ねまあ、討論会が開かれます。 で今のところ、ですね、まあ、世論調査なんかを見てみますと、まあ、バイデン氏が有利というふうになっているんですけども、まあ、このバイデンさんなんですが、まあ、例えばまあ年齢が高齢であるということもありまして、健康不安があると、ではたまたこう認知症のまあ疑いがあったりとか、そういう話も出てきてますし、あとはその若い層、幅広い支持層をまあ取り まとめるために、ですね、まあ、カマラ・ハリスさんをまあ副大統領候補に据えたというところなんですが、まあ、実は言うと、ですねこのバイデン氏の健康問題のまあ裏返しで考えていきますと、まあ、バイデン氏、でもしものことがあると、この副大統領候補のカマラ・ハリスさんがまあ大統領になると、まあ、アメリカで言ったら女性初の。 まあ大統領になるということなので、どちらかというと民主党陣営としては、あのバイデン氏のま新任と同時にですね。このもしかしたら、そのカマラハリスさんが大統領になるかもしれないっていうことのま、新任投票でもあるという位置づけになっています。またですね。今後のそのテレビ討論会でまあバイデン氏というのはま失言が多かったりです。とか、あとはですね。まあ、バイデン氏のまあ次男。 息子さんです、ね、が、中国の利権がらみの話があったり、まあ、その彼はウクライナのところでも絡んできたりしますので、そういった個人攻撃とかあったりしますので、そのテレビ討論会とかのやり取りで、ですね、どっちがアメリカの大統領としてふさわしいかっていう,こう、まあ、テレビの見栄えもそうですし、話し方もそうですし、だいぶ印象が変わってくる可能性もあります。ではたまた あの大ピラ芸人支持は出せないんですけども隠れトランプの支持層ってもいますのでちょっとこれに関してはまあ、蓋を開けてみるまでわからないというのがまあ、正直なところだと思いますただですねまあ、大統領選挙の後なんですけども、まあ、仮にトランプ氏の再選が失敗してもまあ あとは成功しても、ですね、どっちみち株価が上がる傾向というのはありますので、まあ、あのどちらかというと、選挙後の株価の上昇に備えて、まあ、この選挙期間中の株価の上下をですね、うまく押し込めたらいいのかなという考え方を持って臨んだ方がいいのかなというふうに思います。で、2つ目の材料なんですけれども、こちらは米中の対立ですね。 で、まあ非常に懸念されてるんですけどもまあ、これまでの見方でいきますと、この米中の対立というのはどちらかというとですね。政治パフォーマンス的な要素がこう全面に出てるというところですよね。まあ、8月にも、まあ、あのアメリカと中国でまあ領事館が閉鎖されるといった。あの。 出来事が起こりましたで当然こう大統領選挙をにらんだ動きですとか、あと中国も北大河会議というのが開かれまして、まあ、中国の共産党、今の指導部と長老たちが集まって話し合いをするという、まあ、政治的イベントが大体8月の上旬ぐらいに行われるんですけども、その前のタイミングでですねこういうことをやっていると。 となってくると、まあ、政治アピール優先で、まあ、経済の悪化は避けたいという見方が、まあ、従来の見方ですので、まあ、経済的利害関係がま優先するので、まあ、最悪の事態というのはないよねというのが、まあ、従来の見方だったんですけれどもちょっと今回に関してはですね不安要素というのがあります要は今までの見方でいいのかなというふうにちょっとはてなマークがつくような要素がいくつか出てきてますのでそこをちょっと押さえていきたいと思います。 あのそもそもですね最近の米中対立の構図というのはアメリカがですねこう中国に対して圧力をこうかけているという構図なんですね。となってきますとこのトランプ氏の,その姿勢というのが、まあ、自国優先、あとグローバリズムを分断化しているんじゃないかという,こう批判が出てきたんですね。ただ、今ですねどちらかというとそういった批判よりも中国に対する、まあ、安全保障への懸念ですとかあとは不公平感ですね。 例えば、こう今、アメリカがこう例えば TikTok ですとか、パーウェイとか、企業に対する締め付けというのを厳しくしてるんですけども、じゃあ、中国で Facebook 使えるんですか、アマゾン使えるんですか、YouTube 使えるんですかというと、こう使えないわけですよね。中国もアメリカの企業を締め出しているわけですので、実はお互い様の部分があるというところで、少なくてもこの不公平感は解消しないといけないよねというところからするとですね、その トランプ氏の,その政治姿勢というのが、軍、ま、団、あ、化を招いているという反判はちょっと当てはまらなくなってきているんじゃないかという見方の方がちょっと強くなってきていると、あとは、ですね、ポンペオ国務長官が7月の23日に、まあ、演説をしたんですけども、今までですね、中国を批判することがあっても、中国の共産党ですとか、習近平主席をですね、まあ、名指しで批判することはなかったんですけども、それを批判し始めたと。 あとはですね、この中国自身もその外交がですね、まあ、ハードパワー路線、まあ、強硬外交の路線に今切り替えているわけです。まあ、あの日本もですね、こう尖閣諸島を巡って船が通った、通らないと揉めてますし、あと香港の一国二制度の揺らぎですとか、あとインド、ブータンとの国境での争いですとか、まあ、あの少なからずですね、香港の地位が低下したりですとか、まあ、周辺国の 警戒を招いている形になっているととなってくると、ソフトパワー、中国に対する好感度、信頼度、そういったところを毀損しながらですね外交を展開してなってくると、ちょっとこの米中対立の行方というのはその大統領選挙の行方以下にかかわらず、ですねアメリカの議会というのも対中強硬派路線ですので、ちょっとこれに関しては長引く可能性があるというふうに見た方がいいのかなというふうに思っています。でですね あの年末までの基本想定レンジというのをこう見ていきたいんですけれども、ご覧いただいているチャートが日経平均の週足チャートになりまして、線形回帰トレンドという線を引いています。2016年の6月下旬、こちらを起点として、ですね、まあ、上げ下げ、日経平均しているんですが、全体の方向性ってどっち向いているのというのを示したのが赤い線の中心線です。 でそこからですね標準偏差というのを取っていまして、プラス1シグマ、マイナス1シグマ、そしてプラス2シグマ、マイナス2シグマとなっているんですけれども、えっとこの中心線を挟んで、ですねプラス1シグマ、マイナス1シグマが、まあ、やや強き、弱きのゾーンと、でプラス2シグマとマイナス2シグマの間が、まあ、強きゾーンと弱きゾーンというところで、まあ、足元の状況、ちょうど中心線のところに位置しています。で 過去ですね、見ていきますと、昨年2019年から2020年の、まあ、終盤にかけて、あと2017年から、えっと、2018年にかけてのです、ね、間、まあ、半年以上もみ合ってると、で、あの足元もですね、実はこの中心線とマイナス1シグマを、まあ、このやや弱気のゾーンでですね、まあ もみ合っている状況なんですが、まあ、あとですね年末まで二十数週間ですけれども、まあ、ここまでですねこの紫の丸で囲った部分というのが、まあ、想定レンジになってくるというのが、まあ、基本的な、えっと、想定のシナリオになってくるのかなというふうに思っています。 でですね、ちょっと見ていただきたいのが、まあ、過去のなんとか、なんちゃらショックという時の状況ですね。まず、チャイナショックの時なんですけれども、2015年の8月に始まったんですが、まあ、このチャート、まあ、週足なんですが、えっと、13週移動平均線と26週移動平均線、こちらを描いています。で、実は長期スパンでいくとですね、このように、売りと買いでですね、 売買ポイントが出てくるんですけども、まあ、元の株価に戻るまで約2年2ヶ月かかってるんですが、まあ、あの13周戦と26周戦のクロスというのは、まあ、それぞれ1回ずつしか出てないと。 というところですねなので株価の動きは激しいんですけれども、まあ、移動平均線に乗っ取った売買からするとあまりこうシグナルが出てこなかったというところですねとなってくるとこのような株価のまあ細かいトレンドですねここでうまく利益を取ることがまあできなかったということになりますで次にまあリーマンショックの時なんですけどもリーマンショックの時きはまあそもそも下落トレンドの中で2008年9月にダメ押しの格好で 発生したんですけども、早い段階でダブルボトムをつけていきます。で、同様に移動平均線で見ていきますと、このようにですね、クロスがいっぱい出てますので、えーとまあ、比較的移動平均線の取った売買で見ていくと、まあ、投資機会はあったと、ただ株価が元の水準まで約4年半かかっているという状況です。で、何が言いたいかと言いますと、まあ、あのチャイナショックの時きは、まあ、2年3ヶ月。 でリーマンショックの時は約4年半というところで、元の株価に戻るまでまあかなりの長い期間かかっているというわけです。で足元、ですね株価の戻り、かなり急ピッチで、このまま行くとまあ半年ちょっとで戻すことになるんですけども、ただ、そのまあコロナショックというのを経験することによって、ですね、まあ、これからの世の中っあ変わっていくのはほぼ間違いないというふうに思われます。ただ、ものすごいスピードで変わっていく分野となかなかその 変わるスピードがですね速くないところとの間で温度差というのがありますので要は コロナショック以降の、まあ、世界というのが、社会というのが、どうなってくるか、全体像がですねまだ描けてないというところを見ていくと、この日経平均がですね、まあ、2万4000を超えて、さらにこう上げていくというシナリオを描くには、まだちょっとです生、ね、みの苦しみを味わわないといけないのかなというふうに見ることができますので、需給面ではですねこの半年という期間を経って、一巡した感はあるんですけれども、まあ、株価の方向性というのは、まだですね明確に定まってないというふうに見ることができるかと思います。 でですねまあ、これからのまあ当選略、こちらについて見ていきたいんですけれども、まあ、いくつかまあポイントあるかと思います。まずは森から木というところですね。やはり中長期でシナリオが描きにくいというところであれば、まあ、会社の中身を見て買おうねということがまあ森から木というやつですね。有望銘柄ですとか、まあ、工業石の銘柄、まあ、景気毎日でも稼いでいる企業、こちらをまあ拾っていくと。 あとはとにかく短期ですよね、まあ、デイトレーダーが中心になるかと思うんですけども、あとはこう材料株ですとか、あと日経平均トピックス、あとはニューヨ入浴代、まあ、株価指数の値動きについていくというやり方、まあ、これが2番目ですね。で3番目が流行、話題に乗るというところです。まあ、最近でいきますと、まあ、ワクチン関連もそうですし、あとはデジタルトランスフォーメーションですとか、そういったのもまあ該当するのかなと思います。で4番目が 割安狙いというところで、主力株の割安なところを狙っていくというやり方なんですけれども、ただ、まあ、46の,、ね、の経済状況というのが、まあ、最悪期というふうにこう言われているんですけれども、た、まあ、多分その可能性は高いと思うんですが、その後の戻りのピッチですよね。 早い企業と遅い企業で多分明暗が分かれるかと思いますので、この割安狙いもですね、まあ、しっかりこの1番の森から木のところでも見たように、まあ、業績面、こちらを見ながら、ですねこう銘柄を選別していく必要があると。で、5番目ですね、利回り重視ですね、まあ、株価が下がると配当利回りが上がるので、まあ、下がったところを狙っていくというところなんですけども、やっぱりこちらもですね1番と絡んでくるんですが、業績にみとなってくると。 で6番目の遊、まあ、牧民投資と書いてるんですけども、まあ、投資対象は日本株だけじゃないよと、まあ、午前中もあの米国株の魅力の話あったと思います。例えば米国株ですとか、あとはこう金ですとか、あとはその原油ですとか、まあ、日本株以外の資産をです、ね、ETF ないしは直接外国株という形で買っていったりするような手法というのが考えられると。まあ、ただです、ね、このいずれの投資手法で、 まあ今後の相場乗り切るにしても、まあ、どちらかというと短期思考であるということと、あと取引する,取引するタイミングですよね、この売買タイミング、これがまあ重要になってきます。で、まあ、この先ですね、そのマーケットスピード2で、その短期思考の視点と、その売買のポイント、売買タイミングというのをう見ていこうかなというふうに思ってるんですけども、まずはですね、 テクニカル分析、まあ、あのチャートマーケットスピッツ2で見れる機能なんですけれども、まあこれ、これまでのセミナーでも何とか紹介しているやつです。えー、と平均足と m a c D というものですね。まあ、平均足というのはローソク足に形似ているんですが、まあ、ちょっとですね、ローソク足と違うところは前の日の まあロースあの平均足の実態の半分からスタートしていって、当日の4本値、ね、はじめ値、ね、高値、ね、安値、ね、終値、ね、こちらのです、ね、平均と比べて上がったんですか、下がったんですかというのを見ていくものが平均足なんですね。となってくると、この平均足というのは、まあ、上昇トレンドが続けば白い陽線が続きますし、下落トレンドが続けば、まあ、黒い陰線というのが続いていくで、この白と黒、黒と白の色が変わるタイミングが売買、まあ、ポイントとなっていくわけです。 まあこんな感じですよね、チャートで見ていくと。で、ただ、これ、売買サインとしては早、早く出てしまうという,こう欠点がありますので、下の MACD のですね、こう赤い線の MACD と青い線のシグナルというのがあるんですけども、ここのクロスを見ていって、この2つの条件を満たしたところで、まあ、売りと買い、いトレンドの転換を見極めるという手法があります。で、この法則にのっとっていくと、ちょうどこのオレンジのです、ね、矢印のように、 まあ、あのうまくトレンドの中ら売買する確率がまあ高まってくるというやり方になっていきます。で、この後ですね、あの今中の方でたっぷり日本株というコーナーで,ですね、ね多分銘柄紹介あると思います。で、足元でこう注目されてきた例えば東京エレクトロのチャート、今回準備してきました。これもです、ね、同様に、このように平均足がこう黒から白、白から黒と変わったタイミングで,です、ね、じゃその後 マック D とシグナルがクロスしたところをこう追っていくわけですね。となってくると、やはりこういう注目銘柄でも、ですねその、まあ、全体的に上昇基調ではあるんですけれども、まあ、こういうふうにバイバイのタイミングを捉えることができるという特徴がありますで。さらにですね、今度は村田製作所、こちらでも見ていきたいと思います。先ほどの東京エレクトロンよりもですねより明確な上昇トレンドを描いている銘柄です。 で同様に、この平均足のまあ色の転換と、MACD とシグナルのクロス、こちらをですね、まあ、追っていくと、このオレンジの線のように、トレンド乗った売買がまあできるということなんですが、実はこの見方ですね、もう一つ重要なポイントがありまして、それが何かというと、同じく村田製作所のチャートで見ていこうと思うんですが、今度は上が平均足ではなくて、ロうソク足になっています。 でこのローソク足で見ていきますと、青い線の25日同平均線、ここがですね、下値のサポートとなって、えー、と上昇基地を描いているということが読み取れます。となっていくと、ローソク足と移動平均線の関係でいくと、ですね今後もじゃあ、25日線のところでおしめ買いをして、反発を待つという見方ができるんですけども、ちょっと下段の MACD をご覧いただきたいんですが、このようにですね、 まあ、村田製作所にですね上昇トレンドが出始めたとき、下段の MACD もこのように上昇トレンドを描いているんですが、ちょっと5月の半ばから、ですねこの MACD が横ばいからちょっとやや右下下がりになっているという感じになっています。MACD というこれ線の性質が原因なんですけれども、これは短期の移動平均線と中長期に移動平均線のまあ価格差ですね、その価格差の推移を示しています。 でトレンドというのは、まず短期の移動平均線が先に反応して、遅れて中長期移動平均線がキャッチアップしてくると、なのでトレンドの初期段階では MACD の値というのが上昇トレンドであればググッと上がってきますし、下落であれば下がっていくという傾向があるんですね。となってくると、ちょっとですねこの MACD が横ばいから右下というのは、中長期の線がキャッチアップしてきていると。 いう,ふうに見ることができますですので、ちょっとだんだんですね、この上昇トレンドの勢いというのが、まあ、弱まってくるかもしれないということを考えながらトレンドを落ちすることができるという意味でも、ですねぜひともこの平均足とマックリームの組み合わせで、まあ、トレンドを追っていくというやり方というのがいいのかなというふうに思います。でですね、ちょっとチャートの話ばっかりしちゃったんですけれども、えーと、まずマーケットスピード2ですよね。 まあ、投資情報ツールというふうに言われていることもありますので、まあ、あの相場の状況ですとか、あと銘柄を探したり、あと注文を出したりと、まあ、いろんなことができる機能なんですけれどもで、今ご覧いただいているのが、マーケットスピード2の個別銘柄の情報画面になります。で、この画面ですね、今、楽天が表示されているんですが、まあ、例えば左サイドのです、ね、縦メニュー。 まあ、マーケットですとか、個別銘柄、時系列、登録銘柄、まあ、こういったように縦メニューからいろんな情報に飛ぶことができますし、あとはこの板情報というところで,です、ね、足元の注文状況を確認することもできます。で、3番目、一番右側ですよね、で個別銘柄内の情報というところで、まあ、例えば、指況ですとか、まあ、チャート、歩み値、ね、ニュース、時系列、適時開示、指揮法。 まああのタブをですね切り替えることで上下2段あるんですけどもそれぞれ同じ画面ですのでまあ見たいえと情報というのをタブで切り替えながらまあ表示させていくという機能なんですけども今回ですねまあ取り上げてみたいのはよく使われるようなものではなくてですねまあ先ほど短期の視点が大事だよっいうことを。 お伝えしたと思いますので、まずあのここでまあ注目していきたいのは、2番目のですね、板情報と、あと3番目の、ま丸、あ、三って書いてるところの中ですね、歩み峰と時系列。 まあちょっとこの3点にちょっと絞って、ですねちょっと短期トレードといいますか、短期の取引の視点というのは、まあ実際にデートレをするしないは別として、ですねちょっとこう日々の動きで、ですねガラリとムードが変わるということは今後想定されますので、短期でトレードしている人が、どういう視点で、まあ、こういう情報を見ているのかというところにちょっと絞ってお伝えしようかなというふうに思ってます。で早速見ていきたいと思うんですけれども、まず、ですね板情報です。 で板情報って何ですかって言いますと、まあ、売り注文と買い注文の状況を、まあ、株価ごとに表示したものになります。まあ、画面ですね、中央が株価がまあ安い順から高い順に上の方向に伸びているんですけども、まあ、向かってこの左側というのがまあ売り板と言われるものですね、売り注文の状況を示しています。で、反対にえっと右側が買い板、左側がまあ売り、右側が買いになっていきます。 でこの売り注文と買い注文がぶつかっているところですね、それぞれ赤と緑で塗り分けされているんですが、赤が最有料買い気配というところで、今まで今のところ出ている注文で、一番高い買いさせの注文というのが、ここで言うと8826円ですよというものが、最優良売り気配になっていきます。 で反対に青、緑色ですね、左右る売り気配、今のところ出ている売り注文で、えー、8839円、これがですね一番安い売り注文ですよというのを示しています。で、それぞれですね、売り板、買い板の端っこを見ていただきたいんですけども、例えば買い板であれば、一番下、アンダーって書いてますね。で、反対に左側の売り板の一番上見ていただきますと、オーバーとなっているんですけども、まあ、これはです、ね、8 8 3 0円。 買いでいけば8,816円から下の値段の注文数の合計になっていきます。でオーバーの方でいきますと8,849円から上のですね売り注文の合計になっていきます。でですねこれがまあいた情報のざっくりとしたまあ見方になるんですけどもこの状況でまあ注文を成立させるには例えば成行き注文で発注するですとか差し値であれば買い注文であれば 売りの注文にぶつけないと取引は成立しませんので、8839円以上の注文が必要と。で、逆に売りであれば、8826円から安い差し値をしないと、まあ、ここから先ですね、注文は成り立っていかないと。で、まあ、株価がこのあと上がっていくんであれば、8839円の売り株数100株。 まずこれを約定させて、その上にある8840円の1000株、これも食い潰していって、8841円200株も食い潰してと、要はこの売り板をですねこれ食うっていう言い方するんですけども、売り板を食って上がっていくと、逆に下がっていくんであれば、買い板を食って下がっていくというふうになっていきますので、要は株価を上げるためには、まあ、これだけのです、ね、売り注文が出ているので、 まあどれだけこの抵抗力あるのか、逆に下であればあのサポート力あるのか、そういったのを見ていくのが板情報になっていきます。さらに細かく見ていきますと、このようにですね指し値8840円で500株買いという注文を出したとします。そうするとまあ500株の買い注文ですので、 まず8839円で100株約定して、その上の8840円、今1000株売りが出てるんですけども、そのうちの400株、これをですね食っていく形になってきますので、最良売り気配が8840円で600株というふうに板情報が変わっていきます。で、今度はですね同じく買い注文なんですけれども、まあ、1500株買うとなってくると、まあ、成り行きですので、値段の指定がないので、売り板をどんどん食っていく形になっていきます。でですのの最初の100株 1000株で、200株、8842円の500株のうち200株が約定していくと、いわ値別れで約定していくわけですね。で、最有料売り気配というのが8842円で300株残るというふうに、板情報が変わってきます。で、売りもです、ね、同様にこんな感じで変わっていくと、つまり、えっと、この食っていくっていう感覚をです、ね、この板情報で見ていく必要があるというのが、このポイントになっていきます。 ちょっと分かりにくかったと思いますので、板情報の読み方のポイント、これをざっくりまとめてみますと、まず注目するべきところは、板の厚さになっていきます。売りと買い、どっちの注文が多いんですかというところですね。あとは、特定の株価に注文が集まっていないかどうかという点です。まあ、例えばですね、株価というのは、まあ、先ほども日経平均2万3000円みたいな話をしたと思うんですけども、節目の株価ですとか、切りがいい数字で注文が。 集中ししちゃったりしますので、まあ、そういういい状況をまず見ていくとで売りと買いのどっちの注文が多いのか、で例えば買いの方が多ければですね、まあ、株価を下支えするんじゃないかで、反対に売りが多ければ株価の上,上値を抑えるんじゃないかって見るのがまあ基本になっていくわけですね。まあ、これがあくまでも基本なんですけども、よく勘違いされてしまうのが、買いの注文が板情報で見ると、暑いからといって買い。 ではなくて、ですね反対に売りもですね厚い売り板があるから株価、これ上がらないから下がるだろうって言って、売りっていうわけではないんですね。確かに厚い板っていうのは当然サポートになったり上値抑制ようになるんですけども、かといって株価の方向性を決めるものではないという見方をしていきます。それなんでかというと、先ほどもお伝えしたように板をこう反対売買の板を食っていくわけですよね。例えば 今、板情報を見て、売りの方が注文が多くて、厚い売り板と言われる状況でも、ですねそんな中でも株価って上昇していくことってあります。大量の買い注文が入ってきたり、ですね強い動きが出てるときはそうなってきますので、まあ、つまり売りに抗いながら、まあ、売り注文、の売り板を食って株価が上昇してますので、そういうときは株価の動き強いんじゃないかと見て、買い判断になるわけですね。 ですので、相場の潮目が変わるという際になることもあります。突如、まとまった注文数が出て、一気に売り板を食って株価がポンと上がったというこよくある話ですので、ですので、そういうポイントを逃さないことが大事になってきます。すあととはででね、おかしな動きに注意を払うというい点です。 例えば、厚い売り板を買いがこう食ってる、ぶつかって、薬状をどんどんしているにもかかわらず、なかなか株価が上がらなかったりですとか、あとは薄い状況で、ですね売りがどん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 こう出ているにもかかわらず、株価がなかなか下がらない、こういった場面って結構あります。 でこれどういったことかと言いますと、まあ、例えば大口の機関投資家が分散して注文が入っているんですとか、あとはですねあの楽天証券のお客様であれば、アイスバーグ注文でですね分割して注文が中されているという可能性もありますので、まあ、どちらかというと、売りと買いの攻防性が繰り広げられているとありますので、となってくると、抜けた方向に株価が動くかもしれないみたいな見方が、板情報から推測できるわけですね。 ただ、あくまでもこう推測になってきますので、この情報のこの推測というのを補強する情報というのが、まあ、実はマーケットスピードで見ることができます。それが何かと言いますと、歩み値ですね。で歩み値というのは、まあ、あの非常に簡単なものでして、いつ、何株、何円で注文が躍上したんですかというのを見る、まあ、つまり取引記録の推移なわけです。 で実際に今、このアイミネ情報の画面をちょっと切り取って資料に貼り付けてるんですけれども、見方は非常に簡単です。まあ、赤くなっているものがです、ね、株価が上昇した取引したあ、株価が上昇した薬状の部分ですねで、緑が株価が下落して成立した取引となってきます、で黄色は前の成立した値段と変わらない値段で、とにかく成立したときに出てくると。 なってくると、まあ、赤、緑、黄色の3色で、まあ、マーケットスピード2の基本設定であればです、ね、表示されるわけです。でまあ、のすごく難しい見方ではないんですけれども、まあ、例えば赤が多ければ株価が上昇した取引を示していますので、まあ、上昇基調とで、緑であれば下落基調という見方になるんですけれども、まあ、この実はですね、いつ何株何円というこの注文の,この記録がですね、えっと、非常に 役立てて財を成したといいう投資家がいますちょっとうまく説明できなかったんですけれども、あのジェシー・リバモアという,こうアメリカの著名な投資家がいるんですね。実はこの人、テープリーディングという手法で、まあ、巨大な富を築きます、まあ。破産もしてるんですけどもで、このテープリーディングって何ですかというと、まあ、こちらの写真にも出してきたように、えっとまあ、機械があるんですね。機械からテープでこの取引のこの いつ何株いくらで注文が約上したかっていう,こう、キラカカタ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 カってプリントアウトされるような形なんですね。で、この推移をですねこのリバモアさんがまあ眺めて相場の動きというのを捉えてですね、まあ、実際に今が買いだ売りだってことをやって、まあ、利益を伸ばしていったというところがあります。じゃあ、このたった3つの情報の推移でですね、なんでそういう判断ができるのかというところのちょっとヒントをこう探っていこうかなと思うんですけども、まずご覧いただいているのが、 2020年の8月17日のソニーの、まあ、5分ハッシート、こちらを用意しました。で、この日、1日全体をこう見ていきますと、8850円ですね、こちらをこう挟みながら、まあ、上下している推移というのが、まあ、目立ってたんですけども、取引開始の9時から10時にかけて、株価が一時期8900円までこう上がっていって、その後下がっているという場面があります。で、その中でもですね、9時5分から9時10分の間、 まあものすごくこうロうソク化してみると、要線が出てますよね。じゃあ、この5分間の動きで50円ぐらい株価上がったんですけれども、じゃあ、この5分間をあゆ、ね、みねで見てみましょうというところで、あゆみをですねの推移をこのように貼り付けてみました。たった5分間で,です、ね、これだけの取引というのが行われてたわけです。で、まあ、細かい数字を見るな至難の技ですし、多分 読めないと思うんですけれども、色で見ていくと、ですねやっぱ全体的に赤が多いのかなというふうに言うことができるのと、あと、黄色も結構多いですよね。で、確かに相場がこう上昇しているときでも、黄色の表示が出るっていうのが、まあ、非常に珍しくないと言いますか、五穀ごく普通です。で、ポイントとなってくるのが、この色が変わるタイミングと、黄色の部分なんですね。 でどういったことかと言いますと、まあ、さっきの画面だと見づらいですので、ポイント2つあります。まず1つ目、大口の注文と株価の節目に注目するというのが、まあ、最大の、まあ、重要な焦点になってくるんですけれども、例えばこれ、9時7分から9時7分の29秒、これ、たった3秒間でこれだけの取引が成立しているんですけども、まずです、ね、株価が8900円で載せましたと、でその,後のです、ねまあとの8900円、同じ値段でどん,どんどんどん取引成立しているんですが、 結構株数見ていただきたいんですね。例えば9時7分の29秒なってからなんですけども、6100株、3000株、1万5800株というところで、この一段株価が上がってから、その株価を維持しつつ、売り板を食って株価を維持させてるわけですね。でその後 8101円で300株、約上していくっていうなってますね。さらに上昇しているわけですので、何が言いたいかというと、株価が上昇した後も、売り板をこなしてるんじゃないかって見ることができます。となってくると、強気ムードの判断ですねっていうふうになってくるんですね。で、同様に、もうちょっと経ってから、ここからですね、2秒後なんですけど、実はこの後株価、ちょっと落ち着きます。株価下がっていくんですね。このように。で、その後も、やっぱり同じ株価を維持させながら、 まあ、あのいくつか取引成立しているんですけども、こっちの株数、実は100株とか200株とか小口なんですね、小口で、まあ、例えばいっ株価がです、ね、下がったんですけども、その後の株価の維持というのが、まあ、小口でちま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 売り買いの公募施設とで、その後ですねまとまった株数で再び株価が上昇している風になっています。 つまり、上昇一服後のもみ合いよりも、ですね上昇時の薬状株数が多いということは、このあと株価の上昇に勢いがつくんじゃないかという判断がまあできるわけです。それで、強気ムードを見ていくと。ですので、まあ、あのこのようにですね先ほどの板状況を見ながら、アユミネもこうウォッチしていってで、どのように株価が動いていくのかで、何株できているのか、実はその株数というのがポイントになってくるわけです。 まあ当然、株価というのは板を食っていって上がってきますし、板を食っていって下がっていくので、その補足する意味で、ですねこのアイミネというのがまあ役に立つというわけです。で、最後に短期売買の視点なんですけれども、VWAP ですね、これ、あのわ足ですとか、ティックチャートで表示できる機能なんですけれども、VWAP ・売買高過重平均価格というものです。まあ、取引がですね成立した価格ごとの売買高を加味して過重平均しましょうと。 つまり投資家の平均的な約状価格を示しているのが、まあ、VWAP というわけです。で日経レバーのです、ね、1分足チャートに VWAP というのを、まあ、資料にこう表示させているんですけれども、まあ、あ,のある意味、売買高を加味していますので、この株価が、ね、VWAP を上回っていれば、まあ、購入したすべての人がです、ね、損益合計するとプラス、逆に下回っているとマイナスというふうに考えることができます。つまり、株価がこの VWAP より下にあるということは、 この日ですねこの日の取引引まで、まあ、この銘柄を取引した人が、まあ、ほぼほぼ損しているねと、で逆に VUAP でも株価が上にあれば、ですね、まあ、プラスだねと見ることができますので、まあ、つまりどういったことかというと、まずこの v ア a p ラインの向きで相場の方向を探るという見方と、この v ア a p がですね株価の節目として意識されると、まあ、株価と v ア a p の位置関係ですねで、例えばサポートと抵抗の目安になったり、ブレークラインの目安になると。 で取引開始直後は、この株価がですね V アップよりも上にありましたので、サポートとして機能してきました。で、その後ですね、そのブレイク、まあ、あの v アップ株価が V アップを下抜けちゃって、ちょっと下押ししましたよね。 でその後株価が、えっと、この VWAP の抵抗としてまあ機能してたというところになりますので、実は節目となる株価、キリのいい株価と同時に、この VWAP の値というのも注目する必要があると、先ほどのこの歩みでもそうなんですけども、実は攻防戦が繰り広げられているのは、節目の株価であったり、この VWAP の価格であったりしますので、実はこうあまりこうコロナでは前向きな解釈はされないんですけども、総合的に見ていく必要があるというわけです。 でですね、短期売買の視点の最後なんですけども、銘柄動向速報というのがあります。これ何かと言いますと、縦メニューのです、ね、銘柄動向速報というところで、このような画面を出すことができますで。上のところにプルダウンメニューで内容を選択するんですねで。どういったものを選択できるのかと言いますと、ストップ高ですとかストップ安、特別買い気配、特別売り気配、あと年初来高値と安値、あと大口の役場だったりします。 で3番目、ピンクで囲っているところに該当銘柄が表示されて、さらに詳細が表示されると、例えば年初来高値を更新した銘柄なんですかっていうのをう2番で選択していくと、該当銘柄表示して、そこの銘柄をクリックすると、じゃあ、いつ、いくらで年初来高値を更新したかってこう。 記録も見れるわけですね。立ってくると、先ほどのです、ね、アゆミネを見ていくときにも、年収の高値を更新してからの動きと追っていくと、まああの、相場に勢いがあるないというか判断もできますし、非常にです、ね、ここからです、ねまあ、メーガンを絞り込むということも可能になっていきます,でです、ね。ちょっとお時間になってしまったんですが、もうちょっとだけ延長させてください。でこの 銘柄動向速報なんですけども、例えば、引け間際ですね、2時半あたりから燃年収られた金を連続して更新したりですとか、ストップ高をしている銘柄をこをチェックしたわけ、チェックします。で、これどういったことかといいますと、買いに勢いがある銘柄を探すという行為ですよね。で、その後の取引のやり方としては2つあります。1つは、その勢いに乗って、えっ、ー、と、まあ、実際にその日のうちに買うと。で、日をまたいで、 まあ買い入行為があるから翌日も上がりそうだというのを見越して、まあ、実際に上がったら売ると、で下がったとしても、まあ、少なくとも前日までは買い入行為があるわけですから、まあ、多少株価は戻すだろう。ということを損切りのときにもですねある程度戻したときに損切れるんじゃないかというところで、なるべくこうリスクを回避しつつ、まあ、買いを入れるというやり方が1つあります。で2つ目、右側なんですけども、まあ、強い銘柄を当日は探すだけです。 で翌日になって、ですね例えばアメリカの株価が下がりましたと、となってくると日本株、今日も安いなと思うんですけれども、前日まで強かった銘柄というのは、当然、当日の、あ翌日のです、ね、取引で、まあ、仮にアメリカ株の下落の影響を受けたとしても、ある程度下がったところで反発するんじゃないのというところで、ですね、まあ、翌日の取引開始から、まあ、ちょっと下がったところで買って、その株価の戻りを狙うというやり方もまあできると。 いうところありますので、まあ、短期のこう視点というのは非常にですね、まあ、実際にやるやらないは別として、まあ、短期でバイバイされている方というのはそういうところに注目しているというのを押さえておいてください。で、最後なんですけどもこれも押さえておくといいのかなと思います時系列情報というのがあります。これ何かと言いますと、まあ、個別銘柄の画面からも出すことができますし縦メニューの時系列情報から直接出すこともできます。 でまあ、国内株式、あとは日経平均トピックスといったまあ株価指数、あと先物オプションですね、それのです、ね、データを出すことができるんですね、時系列データというのが。で、出たデータというのは、画面の右上にもあるんですけれども、あのボタンが並んでますで。データ保存が可能なんですね。CSV ファイルという形式で保存するのか、あとはクリップボードにコピー、コピーこの、要はこの情報をです、ね、データをコピーして、Excel に貼り付けると。 で、それで計算するなんてことも可能です。で、なんでこれがいいのかっていう話なんですけれども、今、ちょっとダブルインバースの時系列情報を出してるんですが、まあ、じゃあ、この時系列情報で何が見れるんですかっていうのを見ていきたいと思います。まあ、株価の4本値と前日比あと売買高と売買代金、あと貸借算ですね、日商金が使った分の信用取引残高の。 水ですね、あと逆比部特別空売り量、あと株価の移動平均と出来高の移動平均線ですね、これを水を見ることができると。で、ここでですね、まあ、注目したいのはこの3つです。3番目の対借算と、まあ、4番目の逆比部特別空売り量量、6番目の出来高の移動平均です。で、なんでこれが有効かというと、ですね需給動向と株価の水移を比較できるというわけです。 まあ、例えば、ですね先ほどあの信用取引の話あったと思うんですけども、信用取引でですね、まあ、株価の上昇に伴って、まあえー、と融資産、改ざんですね、改ざんが積み上がっていきますと、となってくると、ちょっと過熱感があるんじゃないかで、株価が下がっていくみたいな、需給動向からですね、まあ、株価の推移を予測することができると、あと時系列ですので、過去どんだけこの貸し株残高と融資残高のですね、 あの、積み上がったら相場が反転したかというデータも振り返ることができると。で、逆秘部も同様ですね、過去いくら逆秘部が出たかということも見ることができます。例えば、優待取りの話ありましたよね。で、まあ、なかなかその一般信用、逆秘部出ませんので、優待取りのつなぎ売りをしたいというときにですね、なんか一般信用ですぐ株がなくなって売り立てできないよ。しょうがないから、まあ、いわゆる制度信用、逆秘部が発生する、まあ、制度信用でやらなきゃいけないと。 じゃあ、この銘柄、この優待銘柄ですね、その優待の時期に、あの、逆肥部がいくら出たんだろうということは見ることができるわけですね。例えば、こう、優待で有名な、まあ、人気のあるイオンですとか、オレンタルランド。例えば、イオンなんてのは、日々、だいたい0.05円ぐらい、逆肥部が出てるんですね。で、まあ、2月と8月が県立期なんですけども、まあ、8月これからなんですが、2月の時どうだったか、普段0.05円だったんですが、 前回2月の権利付き絡みの時ですね、要はつなぎ売り、優待のつなぎ売りをした時なんですけども、0.95円まで逆輸の値段が上がってるってことが分かるので、やっぱりちょっと精度厳しいかなみたいな判断ができたりするわけです。まあ、こういう形でですね時系列情報というのを使うと、まあ、あの非常にですね、まあ、短期に限らず、中長期の投資家さんもですね非常に使える情報なのかなというふうに思っております。 以上ですね、ちょっと最後、書き足になってしまって、早口で聞き取りづらかったかなっていう方もいらっしゃったかと思うんですけども、まあ、あのこの後動画再配信されますので、まあ、じっくり資料とですね、まあ、照らし合わせながら見ていただければなというふうに思っております。それでは最後になりましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。